こんにちは、フィル・ザ・ウィンドウです、最近ですね、 YouTube の中で、まあ、私のトップ画面だけではないと思うんですけれど、まあ、車好きの方だったらよく出てくる、シビックタイプ R の、まあ、事故の件ですね、まあ、便乗するってわけじゃないんですけれど、やっぱロードスターも他人事ではないっていうことがありますので、ぜひですね、ちょっと僕の意見とか気持ちも含めですね、ちょっとお伝えできればなと思って動画にさせていただくことにしました。最後までお付き合いいただければと思います。では行ってみたいと思います。シビックのタイプ R の事故すごいですよね。まあ、反対側とか、まあ、相手側は信号無視しちゃったってことで、まあ、ドラレコがあってね、それがしっかりとですね、明確に伝えることができたので、そこは良かったかなっていうことと、あと、まあ、ドライバーの方ね、本当に、まあ、怪我はあると思うんですが、大事に至らなくて良かったっていうかね、そう思います。で、まあ、それを一応踏まえた上っていうかですね、それを、理解した上でちょっとお話し進めていきたいんですけれど、シビックのタイプ R の事故で、あれ過失、まあ、要はゼロっていうんですかね、まあ、要は10ゼロ案件になります。で、10ゼロ案件って要はこっちが悪くないっていう形になると、保険会社、こっちの保険会社使えないっていう状況になっちゃいます。要は支払いがないから交渉には出ませんっていう形になるのが、まあ、今までのセオリー通りの話ですよね。ですので、交渉は自分でやらなくちゃいけないっていうのが、まあ、通説っていうかね、当たり前の話になっちゃってるんですけれど、その時、まあ、先方の保険会社はね、まあ、百戦錬磨の事故処理サービスっていうんですかね、とある保険会社は SC っていう、まあ、サービスセンターっていうのかな、そういうところからかけてくるので、まあ、事故の処理専門の部署から連絡がかかってくるっていうことがあります。で、それにはまあマニュアルがあって、こういう交渉してくださいって話があるんですが、通常一般の事故に慣れてない人と慣れてる人が交渉すれば、そりゃね、いろんな表現持ってますし負けちゃうっていうのがあるんですけど、今回はディーラーさんっていうのがあったんで、まあ、保険云々の話とか詳細の話はですね、まあ、いろんな方、まあ、もう弁護士の方まで YouTube に出てるっていう話なんで、ここのチャンネルであえてやることはないって思うのでね、私の方は、まあ、ちょっとロードスターに置き換えて考えて話をしていきたいなって思ってます。まあ、ちょっとね、前置きはその事故の話の案件からの話なんで、で、早速なんですが、シビックタイプ R の、事故の案件、まあ、今交渉中の案件なんで、これ確定じゃないものということでご理解いただきたいんですけれど、現時点、そうですね、録画時点ではそういうことですね、示談が成立してないので、すべて、お互いの意見を述べ合っている状態になるんですが、それをちょっとご理解していただいた上で話を進めていきたいんですけれど、ディーラーさんの方はですね、販売価格が400数十万円になる、価格で、納車前の、まあ、点検と調整を含めた上で、市場に走ってた車であるということで、で、保険会社の方はマニュアル通りに行くと、頑張っても、まあ、180万ぐらいだというところからのぶつけ合いって話になってるんですが、これ通常だと、180万も出してるんだからで、保険会社の方で納めちゃうと思います。で、納得いかないって言ったら、じゃあ裁判しましょうって多分保険会社の方は言ってくると思います。それはですね、裁判の過去の判例、判例タイムスって本があるんですけれど、その本から、
抜き取って、その裁判の、まあ、過去の裁判のですね、行った事例に基づいてあれば、その覆ることっていうのはあんまりないもんですから、保険会社が勝つという自信があるときは必ず保険会社もじゃあ裁判しましょうかって乗ってきます。逆に、保険会社自信がないときは、どうにか裁判まで持ち込まれないで、自分の、あの交渉ができるだけ有利に進むように示談に何とか持っていこうとするのが、通例だと思っていただければと思いますね。まあこれでもどうしようもないときは裁判になっちゃうんでしょうけど、で一般の人がやった場合はどうかって言ったら、まあ多分保険会社の金額で納められちゃうっていうか、まあ言いくるめられちゃう。じゃあその不足分は誰から取ろうっていうのも一切できません。要は保険会社からも受け取っちゃった時点で、代理交渉してるわけだから、納得しちゃったって話になっちゃうんでね。じゃあこれが例えば、納車後直後ですね、まあ、ホンダさんのねディーラーから出て、目の前で信号無視にあった車にぶつかっちゃったらどうなるかっていうと、そういうことになっちゃうってことですね。で今争点はどうなってるかというと、納車前の車なんで商品として扱ってるってことですよね。まあこれにねよく走ってるトラック、今空荷のトラックが多いですけれど、積み荷があるトラックの中の商品がぶっ壊れちゃった時は、まあ、保証しなくちゃいけないっていう形で多分出てくると思うんですよ。だからそれと同じ話に持ってくんじゃないかなという形になるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ腑に落ちないですよね。でその話も含めた上でちょっといろいろ話していきたいと思うんですけれど、保険会社、まあね、あのいろんな方話してるんで、レッドブックって話はもうね皆さん耳にしてると思うんですが、保険会社が参考にしているその全損になった場合にいくらっていうですね、要は市場価格みたいなのがあるんですよ。保険会社が参考にしているその特有の、レッドブックっていうものをですね、参考にして払ってる。レッドブック参考にしてるんだからもうこれぐらいしか払えませんよっていう話になっちゃうっていうのが通例です。だから多分レッドブックにあったのが180万とか200万前後の話なんじゃないかなと、まあ、そこからいろいろ勘案して180万とかそこら辺の金額になってんじゃないかなとは思います。で今ね、まあ、どうなっていくかって話が出てくると思うんですけれど、まあ要は向こうはそのレッドブックが根拠ですと、根拠立てを盾にしてくれます。じゃあ一般の人たちはどうかって言ったら、市場価格をリサーチした上で今この価格だからっていう話で持っていくしかないんですよ。だから要はこっちも証明しなくちゃいけない。要は自分があの全損になった場合は、あの一般的にこの価格で売られてるからっていう形で、まあ走行距離も元にしなくちゃいけないんでね、走行距離と、その価格ですね、そういった部分を証明していかなくちゃいけない。その証明するっていうのがね結構一般だとちょっと難しいっていうのもあったりします。まあ、要は根拠立てを、まあなんていうのかな、公的なものとして根拠立ててるものじゃないところからやっていくと、それは一般論とか、まあそんな感じだよねって話があるんでね。でそういう話でしたっていう話で終わっちゃうと動画にする意味がないっていうのもありますので、ここで考えたいっていうことがあります。あのロードスター、まあ、特に NA、NB のあたりだと思うんですけれど、まあ、特に NA ですね、今価格高騰してるじゃないですか。まあ、だから例えばこの車ですね、一番ねレッドブックに近い値段っていうのが分かりやすいのが、自分の自動車保険を、車両保険入れるときにいくらまでだったら入れられるか、これね買った直後だと買ったその根拠立てがあるんで、保険会社も車両保険ですねの車両価格っていうのが、買った価格に近い価格までつけてくれる場合があります。それとですね、納得いかない場合はその、保険期間中というかね、まあ、要は更新する直前に
こういう新たな部品を取り替えてつけたっていう証明があればその分だけ載せてくれたりねしてくれますけれど、実際はだいたいレッドブックの価格が相当なんじゃないかなという形になると思っていただいた方が、普通っていうかね、まあ、表現的に変なんですけれど、一般的に入れる価格になると思います。じゃあそれいくらかっていうと、ロードスターの場合はだいたいね、僕の NA で、ね、20万から25万ぐらい、色つけても30いくかいかないかだと思うんですよね。で、お伝えしたいのがですね、じゃあそのロードスター、この今乗ってるロードスター、まあ100ゼロの案件で事故に遭っちゃった場合、全損だから20万で納得しろよっていうことになっちゃうんですよね。納得いきますか？これ納得いかないんですよね。だから事故、まあ、特にねこういう車乗ってる人たちは本当に、事故に遭ったら痛みもそうだし怪我もそうだし、もう嫌な思い以外何にもないってことですよね。保険会社がそういうことですからね。だから全損扱いですって言われても、それで終わっちゃうってことですよね。じゃあ直して乗るって言っても修理費も全損までの部分しか出ないから20万以上出ない、あと自分で直してみたいな話になっちゃったりしますよね。まあ交渉力が少しね、それより、まあ、言われたまんまにじゃあちょっと納得いかないってことでやった場合は、じゃあ同じような車を買ってきてくださいっていう話になって、その20万で買ってきてくれれば納得しますって言ったらどうなるかって言ったら、まあ今乗ってる車より、まあとてつもなくひどい車ですよね。もうまっすぐ走らないんじゃないかっていうような車を持ってきて、はいこれですって言われておしまいになると思うんですよね。だからどうなのかなって、だから保険会社の交渉とそもそものその、まあこれ僕の意見ですよね、本当に僕の意見なんですけれど、そもそもその原状復帰っていう保証っていうんですかねに関しての話がね、乖離しすぎちゃってるのは今自動車保険なんじゃないかなって思ってます。要は資本力のある方が強いってことですね。個人の資本と保険会社の資本で比べたらどうやっても勝てないじゃないですか。だからじゃあいくら裁判だって言ってもね、裁判に突っ込むこともできないし、多分今保険の中でもその相手の車を、できるだけその原状復帰に持っていくような、オプションっていうのがあるんですけど、そういう費用の特約っていうのがあったりしますが、保険会社に一任しちゃって全部やれば、結局そのオプション入ってようが入ってまいが、相手の車を直す直さないっていうのは保険会社が交渉することであって、そこで納得させるかさせないかと、その事故を起こした当人にとっては関係のない話になっちゃうから、あんまり興味のない話ですよね。実際だって保険代を払ってる痛みが増えるだけで、実際事故起きたらそれがね、自分の腹が痛む部分が減るかっていう話になると、もう示談交渉から何から全て保険会社にもう委任しちゃってるわけだから、一切も関係ない話ですからね。月々払ってるその保険料金、まあ、年間でも払ってる場合もありますが、その保険料金で全部賄ってもらうわけだから、だからオプションもつけない人も多いだろうしね、どうかなって思うところがあるんですよ。まあ、これは人としての部分だと思うんですけれど、そういったことがありますね。ですから、乖離しちゃってるロードスターの場合はもう本当に損しかないってことですかね。まあ、実際にまあね、この間ちょっと動画で、気がつかい高級車っていうタイトルでサムネイルでやらせていただいてましたが、その気がつかい高級車っていうのはね、そこで迷惑になってる部分も、まあ、前回その時も触れたと思うんですけどね、
あったりします。もうだから迷惑な話しかないんですよね、本当に査定額が上がっちゃうと、査定額上がってもレッドブックは変わんないっていうのは同じですからね。ということでですね、実際まあね、ちょっとねまとめに入るというか、もうだいぶ長くなっちゃったんでまとめに入らせていただきますけれど、シビックタイプ R の、その事故のような事故をロードスターで起こしてしまった場合、もうね、やっぱりその欲しくて買ってギリギリで乗ってる人たちがほとんどだと思うから、またこのロードスターとかね、同じ車種には二度と出会えない形になっちゃうんじゃないかなって、まあその寂しい話ですけどね、世の中のその資本の情勢っていうんですかね、現状復帰ってことをしてくれないっていう現実を考えた場合はそういうことじゃないかなと思います。一応ですね、そういう形なんで、くれぐれもね、まあ、ロードスターのオーナーの皆さんっていう話じゃないですけれど、事故はね本当に、いい思いは全くないんでね、これね新車で買ったばっかりの話もそうですよね、一度乗ると査定額ってガツンと落ちるんで、新車で買ったんだからこれ新しいの用意しろよって言っても保険会社うんとも言わないですからね、要はレッドブックと判例タイムズをもとに自信を持って交渉するしてくる人たちなんでね、あの被害者の、気持ちっていうかね、被害に遭って悲しんでるとか苦しんでる人たちの気持ちは関係ないですから、だから本当に事故はね起こさないように皆さん気をつけていきましょう。これ私も含めてなんですけどね、特にロードスターは車高低くてですね、これはまあノーマルの状態でも車高低いし、NA なんか特にそんな大きい車じゃないから本当にね巻き込み、これはこのバイクと一緒なぐらいね気づかれない時があるんですよ。だから本当にね皆さんね100ゼロの事故が起きてもとかじゃなく、もう事故自体にねもう本当にゼロにしようってことはまず、まあ、無理だとは思うんですけどね、相手ありきだから。でもね本当に注意してね、本当に長く乗っていただくためには乗っていた、ね、運転していただいた方がいいかなと思います。なんかねあんまりこう明るい話じゃないんですけれど、でもまあそういったね現実の話っていうことから、私がいつもこれね常日頃実は思ってることでもあるんで、ちょっとね伝えたくなって、気持ちとしてね動画に撮らせていただきました。本当にね、この車自体はね乗ってて楽しい車だし、もうハンドル握ればね笑顔あふれる車なんで、やっぱり悲しむ人を見たくないっていうのかな、こういう同じ気持ちで運転する人たちをできるだけ増やしたいっていう気持ちも持ってね、動画作ってますんで、ぜひですね本当に、今日のお話参考になっていただければ、誰かのね心に留まればと思っております。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ではまたねー。